ダッチのどないしょアーティレス IO。 6月の4日、ダッチのどないしょー。6月一発目、和歌山県新宮市その近辺の情報を伝える地元トーク。はい、前々回にお話ししました南紀勝浦温泉旅館組合さんからご協力をいただきまして、パンフレットや情報をいくつかいただいておりますので、こちらのお話をしたいと思います。そちらのですね、南紀勝浦温泉旅館組噛んだもう一回南紀勝浦温泉旅館組合さんは、紀勝浦駅そば、朝の9時から夕方の6時まで営業されております。電話番号は 0735-52-0048 番にて問い合わせができます。那智勝浦町のどこの旅館に泊まろうか、どこのホテルに泊まろうかと迷った際はこちらに問い合わせください。ホームページもございます。そしてですね、今回こちらの南紀勝浦温泉旅館組合さんからいただいたパンフレットの中から、今回は南紀勝浦温泉ホテル浦島のパンフレットから紹介したいと思います。こちらのホテルはですね、天皇陛下も泊まったことがあると言われている、とても大きな、とても有名なホテルなんですけれども、ドラマで南紀勝浦が使われた時もここのホテルがよく使われることが多いです。こちらですね、いくつかこの建物がありまして、山がね、山の上にあるのと山の下にあるのと2つあるんですよね。なのでどんな感じなのかうまく説明できるように頑張りたいと思います。まず本館、その前に浦島に行くにはですね、まあ車でも行けるんですけれども、船で行くことができます。なので那智勝浦の漁港のところにホテル浦島行きの船がございますので、そちらに乗って浦島まで来てください。そしてですね、この浦島でまず本館からお話しします。その本館にはですね、自然の造形物の防気道っていうこのお風呂の場所があるんですけれども、あのね、すごい洞窟の中にあるような感じになってるんですよ。もう屋根がもう岩、もう岩を削って作ってる温泉だから当たり前なんだけど、そこに温泉があって、オーシャンビューにもなっていて、すごいね、なんて言うんだろう、夜はすごい星、あの晴れてると星が綺麗だし、あの昼間でも全然海とかが、青空とかがすんごい澄み切ってて綺麗なので、ぜひこのね、防気道っていうお風呂に入ってほしいなーって思います。そして本館はですね、客室が和室と洋室の2パターンがございまして、どちらにするかお客様の好みになっております。そしてそこからですね、渚館に移動します。窓を開けるといっぱいに広がる海ということなので、こちらはですね、海をすごい堪能することができる場所となっております。でこちらもですね、この泊まるお部屋は和室と洋室の2パターンがございます。そしてこちらはですね、宴会場があるので宴会ができるようなスペースもございます。そしてレストランエバーグリーンという場所もございまして、全天候型ドームプール、こちらね、夏だって夏限定なんですけれども、あのね、円形型になってるんです、この屋根が。そのこのプールも楽しむことができます。で、渚館から次は日照館、本当にね、いくつかね、
このホテル浦島って建物があるんですよ。その中の今回は日照館なんですけれども、その日一番の太陽との出会い、すごいですね。なのでこちらですね、朝日を見るのに適した場所となっております。こちらも客室がですね、2パターンなんだけど、ちょっと今までと違うのが、まあ両方基本的に和室なんですけれども、特別室と普通の客室の和室の2パターンがございます。なので特別室はちょっとリッチになっておりますね。そしてこちらも宴会場がございます。コンベンションホール、そしてレストランとありまして、で内風呂もありつつの、今回また洞窟の温泉がございます。こちらはですね、1回目に話した防気道さんとはまた違う、防気道さんよりもうちょっと暗めというか、まあなんて言うんだろうな、なんかね、本当に全然言葉では伝えきれないんですけれども、洞窟の中に温泉があって、すごいなんかね、なんて言うんだろう、スリルとかしようね、不思議な感じになる温泉がございますので、そちらで疲れを癒していただけたらなと思います。で日照館から次は三条館、こちらですね、エレベーター登って山の上の建物となっておりまして、緑の深き木の山、果てなく続く水平線、なので山も楽しめつつ海の水平線も楽しめるところとなっております。こちらですね、三条館なんですけど、レストランがあって、グリーンヒルってレストランがあるんですけれども、そちらとハーフバイキングができるところと、まあ行くのにエスカレーターがあるのでエスカレーター使って行くんですけれども、そのエスカレーターがすんごい長いの、自分も何回か乗ったことがあるんですけど、東京で言うとですね、都営大江戸線の六本木駅の地上へ上がるエスカレーターがあるんですけれども、エスカレーター、あれ一回こう登りきって、もう一回ちょっとくねって曲がって、もう一回登りきるじゃないですか。それをくねって曲がるところをなくしてくっつけて登りきった状態ぐらいまで長いエスカレーターがあるので、それをね楽しむっていうこともできます。それぐらいすごい長い、大きいのか長いエスカレーターなので、ぜひそちらも楽しんでほしいなと思います。そしてですね、その三条館もやっぱりほらホテルだから泊まるところがあるんですけれども、ここねちょっとね、今までのとはちょっとシステムが違っててリッチなんですよ。やっぱりこの高いところにあるっていうのもあるんでしょうね。露天風呂付きの客室、いいよね。露天風呂の客室って自分泊まったことないから一度泊まってみたいんですけど、であと普通の和室、そして洋室とありまして、で和洋室って両方くっついてるところもあるんですよ。なのでちょっとリッチな気分を楽しみたいときは三条館に行くのがベストかなと思います。いやー、このホテル浦島さんね、行ってみたいと思えるようになりました。このホテル浦島さんはですね、那智勝浦町の東室郡の那智勝浦町勝浦1165-2、なんでうち住所言ってんだろうこちらで電話番号が 073552-1011 番に問い合わせいただけると、ホテル浦島さんへの問い合わせができます。そしてホームページもございますので、ぜひチェックして、泊まりたいなと思う方はぜひチェックしてください。いやー、結構ね難しいですね、こういう建物を紹介するっていうの。はい、そんな那智勝浦町へ行くにはですね、電車で行く場合は2パターンございます。まず新幹線で名古屋駅、こちらから JR 東海のワイドビュー南紀号で紀伊勝浦へ約3時間30分でたどり着くことができます。そして新幹線で新大阪まで行った後は JR 西日本黒潮号で紀伊勝浦へ、こちらからは約3時間50分で紀伊勝浦へたどり着くことができます。そして
和歌山県にはですね白浜空港というものがございまして、この空港を降りた後車やバスで紀伊勝浦へ行くことも可能でございます。こちらですね、那智勝浦町観光協会というものもございまして、どう行ったらいいんだろう、どこでどうしたらいいんだろうって迷った場合、こちらの那智勝浦町観光協会 0735-52-5311 番に問い合わせしていただくと、この迷った時答えてくれますので、ぜひ迷った際はお電話ください。そして忘れちゃならない、ダッチは和歌山県新宮市の出身。新宮市にはですね、那智勝浦町の隣にあるんですけれども、前回ほら帰省したって言ったじゃないですか。なので帰省した際に新宮市の町をぐるっと回ったんですけれども、すっごいなんかね、半分ちょっと都会チックになってて、けど田舎の部分は全然残ってて、なんかね生まれ変わりつつある町になってたので、ぜひ新宮市も楽しんでほしいなと思うんですけれども、ご飯どこで食べようかって迷った時、新宮市にはたぬき屋といううどん屋さんがございます。明治44年からなんですけれども、なので100年以上経営しているダッチの実家のうどん屋さんがあるので、そちらに足を運んでもらいたいのと、焼きチーズカレーうどんがおすすめです。それにとんかつを乗せてご飯をつけて食べると、その日一日何も食べなくても済むぐらい超ボリューミーでございます。はい、なのでご飯を食べたいときはそちらへ来てください。いやー、どうでした、那智勝浦町の今回はホテル浦島のご案内をいたしました。こちらホームページ電話番号も記載されておりますので、ぜひチェックしてください。ではエンディングに参ります。ライブ楽しみだね。そうだね、そういえばお腹空いちゃったな。だね、あ、そういえばこのライブハウス美味しいご飯があるみたいだよ。本当に？頼んでみようよ。うん、美味しい料理とアットホームな空間のライブハウス、池袋ホットアイズ。ライブステージはもちろん、結婚式の二次会やパーティーにもご利用いただけます。また大分県産の食材をふんだんに使用した自慢の料理はどれも絶品。あなたの素敵な思い出に彩りを添えます。お問い合わせは 03-6907-3340、 03-6907-3340 まで。池袋駅西口から徒歩5分、池袋ホットアイズはあなたの期待に応えます。はい、エンディングの時間になりました。このホテル浦島ってどんなとこなんだろう。はい、ハッシュタグダチナイをつけて問い合わせしていただくと、ダチからも分かる範囲でお答えはいたしますが、こちらホテル浦島さん 0735-52-1011 に問い合わせいただくとよりいいと思いますし、南紀勝浦温泉旅館組合さん 0735-52-0048 番に問い合わせいただけるとお答えしていただけますので、ぜひご利用ください。そしてですね、ダッチのメールアドレス、ダッチ.donaishow@ymail.ne.jp にてお便りもどしどしお待ちしております。そしてダッチこの夏舞台に挑戦いたします。7月1日から3日、三宮橋トランスミッションさんにて俺たちの戦いが終わらない、ただいま稽古真っ最中。セリフもですね、約半分くらいまでは台本見なくても言えるようになりました。なので本番が楽しみです。そして一緒にこのダッチのドナイショーを盛り上げてくれるダチナイファン募集中です。ダチナイファンになるにはハッシュタグダチナイをつけてツイートしていただけるだけで参加可能です。一緒に盛り上げてくださいね。では毎週土曜日21時15分から21時30分ダッチのドナイショー、ぜひ聞いてください。良き週末を。グッナイ。
回もこの動画を見ていただいてありがとうございます。よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。